あんまりだ。録画して編集が終わったのに、エラーでデータごと全部消えちまった。つらい。まあこんな個人的な愚痴はさておき、チーズ誰も知らない狩人ことエラーマンです。イカラタコスケです。今回はね、不死身ということでね、もうちょっと手の込んだ動画をね撮ってたんだけどね。もう録画のデータごと全部ね吹き飛んじゃったからね、もうねいいんだよティガレックスさんよ。お前もういいんだわティガレックスくんちゃんよ。お前ほんとお前のせいじゃないけどさ、あんまりだと思いませんか。あ、じゃあもういいですわ。もう僕もうボイコットします。さあボイコットしよう。さあどうぞお好きなようにやってくださいよ。いやーもうちょ、もうカメラお前、大事なカメラをな、お前そのカメラのせいでお前今私は大変な、お前何時間かかったと思ってんだ編集と録画に。ああもうお前このティガレックスがよ、じゃあやってみなさいよ。んティカちゃんよ、ワイをこのまま倒してみなさいよ。倒せるもんなら倒して。どうしたそれはもう坂道だから登らないといけないんだよ。下からじゃあその砂かけティガーはできないんだよ。この砂かけティガーっていう言葉はさっき言った言葉なんです。さあどうするんだい。あん、お口でチューですか、チューですか、チューですか。ティガちゃんちょっと求愛行動が過ぎるんじゃないでしょうか。求愛行動じゃなくて闘技場だからね、ちゃんと戦っていただきたいね。ちゃんと戦っていただきたい。僕をちゃんとね倒しきってもらいたいんだわ本当に。さあもう私はもうね、コントローラー置いてますんでね、もうあとはもう君のねやりたいようにやってくれたまえ。音が当たってないからね、まずね、そもそもとして当たってないんですよティカ君。いいね、いいよ。そう、背中そこかゆかったんですよ、そこかゆかったの。あ、いいね。求愛行動プラス、もう背中カキカキで、お前、これはお金払わなくていいですかね。お金払った方がいいんじゃないですか本当に。じゃあ、まあちょっと放置しますか。さあ、あれから5分ぐらいが経ちましたかね。ティガレックスくんとね、もうじゃれてね、もうほんとこのティガカフェってやつ、いやもう最高ですよ。このゴツゴツとした鱗をかけられる砂、噛みつかれる牙、もう全てが心地いいですね。がしかしよ、このままでまだナルガクルガくんも控えているこの状態で、これずっと放置しといて果たしてね意味があるんでしょうかね。いやー、どうなんだ。これじゃあ、いつまで経ったって何も進展しないまま、制限時間いっぱい、料金だけ支払って、ナルガクルカ君にすら会うことすらできずに、このね、ティガカフェを出ることになってしまうんじゃないかっていうね。まあ、そういった気持ちはあると思いますけど、もうちょっとじゃあ、放置してみましょう。なんだ、夢か。おっと、なんということでしょうか。ここでナルガクルガさんが乱入してきてしまった。本来ティガレックスを倒さなければ出てこないはずではなかったんでしょうか。これはもしかしたら段取りを間違っている可能性がある。これ中にいる不死身のハンター、
いや、不死身のハンターです。不死身のハンター、これはさすがに2頭相手ではまさかのハンターも1オツを、あ、1オツ目で合ってます、1オツ目を喫してしまうのではないでしょうか。これはナルガティガカフェとなってしまった。料金が倍になる可能性がある。ゴツゴツとモフモフ両方を味わうことにより天国に送らせてしまう可能性があります。これは放置しましょう。さあ、しばらく放置していましたが、どうやら問題ないみたいですね。まあもちろんね、いつも私の動画を見ている皆さんだったらご察しの通り、まあ、こうやってモンスター同士を削り合わせる、コントローラー拾いますね。モンスター同士を削り合わせる戦い、放置しておくことによって、ね、消耗させね、あとで漁夫の利をハンターが得るといったね、動画になっているんですけどね。もう私これね、一回さっきデータが消えたんで知ってるんです。この2匹は、全然お互いを削ってくれません。まあそこそこ削ってくれますから、早くはもちろんなるんですが、残り12、3分まで待った後に戦いましたけども、7、8分かかりましたんでね。はっきり言って、最初から出てくる1匹ずつを倒した方が非常に楽だということをここでお伝えしたい。それよりもこいつのこの力、これでビューモードをすると、なんとこうやってモンスターだけをとってもまるで動物園みたいにワクワクするカメラで見ることができるんだね。これを僕は今回伝えたかったんだ。もう不死身とかこのクエストを楽にクリアするとかもうどうでもいいんだ。来週、刻まれた玉の救済クエストが来るそうです。というわけで、来週もまた見てくれよな。はい。多分需要はないと思いますけども、一応ね、武器と防具をご説明していきたい。ちょっと頑張ったんです。さあ、見ていただきたい。防御、レベル7、精霊の回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果て間な心、君は知らない、まあ